日々思うことを語る今日の一言。今日はいよいよ11月2日3日の日本舞踊の可能性公演の下ざらい音楽リハーサルを浅草公会堂で行いました。今回の鳥獣戯画絵巻の演奏は作曲者の杵屋小三郎さんが同世代の方々の演奏者を集めてくださって、でその方たちによる演奏なんですね。非常にみずみずしく、そしてクオリティの高い演奏、とても素晴らしかったです。また編身の方もピアノ演奏の佐藤隆さんに来ていただいて、バルトークのピアノソナタ、そしてミクロコスモスというこの2曲生演奏をしていただきました。これもとても力強く非常に素晴らしい演奏、2つの演目とも、音楽としても私はとても面白いと思っております。本番がますます楽しみになってきました。2日3日ともに当日売りはございますが、少しでも良い席はお早めに特設サイトホームページからお申し込みください。ではまた。